山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市民間にあるリッチモンドドーナツの製造販売つなぎ屋志賀よしこさんにお話を伺いました。珠洲市出身のよしこさんはブライダルの専門学校で2年間学び、ウェディングプランナーになりました。新郎新婦の理想を 120% 形にできるように努力をして10年、結婚式を作りながら花嫁さんが読む両親への手紙を聞いていると、珠洲に住んでいる親に会う機会が少なくて後悔はしたくないと思うようになり、会社を辞めて珠洲に戻りました。家に帰っていざ親と向き合うと、うまく話ができなくて喧嘩したり反目したり、親と仲良くなるためにお父さんの趣味のトライアスロンに参加してみることにしました。トライアスロンを通してお父さんとの間で自然と会話が生まれて距離も近くなり、気づいたらとても仲良くなっていました。1年間の珠洲での生活を終えて金沢に来ました。出版社で働き、グルメ本の取材、撮影、営業をしました。営業代行でドーナツの販売の仕事をしました。ちょうどコンビニでもドーナツが扱われるようになった時期で、スーパーやカフェにドーナツの営業に行くと飛ぶように売れました。ドーナツの機会が余っているので、ドーナツ屋さんをやってみたらどうかと言われたのがきっかけで、金沢市民間にリッチモンドドーナツつなぎ屋を2年前にオープンしました。つなぎ屋のドーナツはおよそ150種類、珠洲のブルーベリー、紅はるか、大浜の大豆を使ったきなこ、白衣のハトムギなど地元の食材を豊富に使い、高温で揚げているのであっさりとしています。子育て中のお母さんに代わり、忙しいモーニングやお子さんのおやつとして食べてもらいたいと語る志賀よしこさん。今日のおやつはつなぎ屋のリッチモンドドーナツ、いかがですか？ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。